皆さんこんにちは、薬学生トレーニングさくらです。今日は8月の20日なんと明日、明後日私24歳の誕生日なんです。でもそれをアピールしたいわけではない。昨日の夜ですね、23歳最後の質問コーナーをしたいっていうことで昨日質問を募集したんですね。なので今日は久々、ほんまに久々ちゃう、私のお決まりのアイスの質問コーナー久々にやって23歳最後の動画にしたいと思います。でもまあ23歳最後有終の美を飾るということでちょっとリッチにハーゲンダッツを2つ買ってみました。両方食べたことなくてさ、両方クリーミージェラートってなってる、なんか両方初めて見た味やったからちょっとこれにしてみました。じゃあちょっとピスタチオからいっちゃおうかな。ではいただきます。イエス、おいしい。だってでも味的にもうカロリーやばそうやからもうカロリーあえて見るのやめとく。23歳になって1ヶ月過ぎたんですが、23歳でやっておけばよかったことありますか？23歳やからっていうのはね、いいと思うんですけど、その年ぐらいでやっといたら絶対いいって思うのは、ほんまにお金の家族との旅行に行った方がいいと思います。やっぱりみんな社会人になっちゃう、家族も自分は長男長女かもしれへんけど、まあ下にもいたり上にもいたりって感じで、まあ兄弟がいたりいなかったりはすると思うんですけど、多分大人になればなるほど家族との旅行って減ると思うんですよ。で自分にも子供ができたりとかいうことで、まあ、どんどん大きくはなるけど、今の自分に子供がおらんような状態の家族時、自分がまだ子供っていうポジションの時での旅行ってまあもうできんくなるじゃないですか。なので23歳のうちというか、23歳とか学生とかのうち20代前半とかでやっといた方がいいなと思うのはマジで家族との旅行やと私は思います。私も行きたいなって思ってる。この先どうありたい？壁にぶち当たっても負けない自分でありたい。さくらちゃんは腹が立った時どう対処してますか？腹が立つ対象が身近な人であれば話し合います。こういうところに腹が立ちましたけどどうしましょう。ただぶつける相手がいないような物事に腹が立った時は寝る。次、23歳やり残したことと24歳したいことを教えてほしいです。マジで23歳やり残したことは富士山に登ること。富士山には大学のうちに絶対登りたいと思ってたのに、もう多分無理、時期的にもう無理。でも富士山に登る予定立てられへんかって、ほんまにこれが悔しい。だから24歳では絶対に富士山に登りたい。次、やっぱり痩せると痩せる前の自分より自分に自信を持つことができるようになりましたか？まあ、これは確かにそうはある。それはそうある。それはそうやけど、痩せたから自信を持てたかというよりかは、前の自分より綺麗になったっていう自覚が持てた時、自信が持てるようになったから、なんか痩せたらいいってわけじゃないと思うんですよ。痩せたらいいってわけじゃないけど、まあ、結果的に痩せたっていうふうになると思うんやけど、なんかそのマインドとして痩せたっていうよりかは、綺麗になったっていうマインドにした方がいい気がする。なんか痩せたい、痩せたい、痩せたいって思ったらさ、ただガリガリになったらいいとか思ってきそうじゃない？だから、なんか痩せたいっていうより綺麗になりたいっていうモチベーションの方がいいかなって思うから、まあ、これをちょっと変えると、まあ、痩せるという痩せる前の自分よりっていうか、まあ、綺麗になったから自信持つことができるようになりましたか？はい、なりましたって。夏休みの宿題は追い込みでやるタイプでしたか？イエス。よく聞く歌は何ですか？最近ハマってるのがサウスブルーって方の曲とガドロさん。で私ね、メロディーでめっちゃいいこの曲っていうなるのもあるんやけど、それ以上にその歌詞にすごい感情移入しちゃうんですよ。で歌詞でこう情景を想像してもうそこに入り込んじゃう癖があるんですね。なのでこう語りがける歌とか、こうめっちゃ歌詞がこうなんていう物語になってる曲とかはもうなんかすごい好き。わかるかな？もうかん絶対を鳴らしたやん。プスって聞こえたんじゃん。今まで生きてきた中で一番きつかったことは、これは新しいバイトの2日目にそのバイト先のおつぼねさんにいじめられて、人の前でなんか怒られて泣いて帰ったこと。まあでもそのバイト3年続けましたけどね。ピラティスしてよかったと思うことは、最近やってみようかなと思い始めて、ほんまにこれは自分の体の癖とか自分の体の弱みが分かった。でそれを改善するメニューを組んでくれたのはピラティスのゆいちゃんなんですけど、ピラティスで自分の体の弱点が分かるっていうのはすごい良かったと思います。弱点癖が分かったらさ、そこ直していけば筋トレとかにも成果が出ていく。まあ、この話はもうなんかもう幾度となくしてると思うんですけど、私はピラティスをやってよかったと思うのはそこですね。
ピスタチオ終わった。もう一個食べよう。何してる時が一番幸せですか？今はほんまにようちゃんがひっついてくる時。来年薬学部に入る予定なんですけど、大変なこととかってありますか？ですね、テスト。薬学生卒業したら薬学生トレーニーから何に変わるの？これさ、めちゃめちゃ聞かれるんですよ。ほんまに聞かれる。でもそのたんびに、いや迷ってるんですよねってほんまにいつも言ってて、ほんまに迷ってるんですよね。募集しようかな。次、好きな自分でいたいから努力してるのに、その努力を両親に全否定された、そういう時どうしますか？まあね、なんか両親とかって、まあ家庭によると思うけど、全部肯定してくれる家族ならいいと思うんですよ。まあ、そういう家族ってなんかあんまり多くないんじゃないかなって思う。私の周りにもあんまり多くなくて、そういう子、ある一定層は、まあもちろん何でもかんでも肯定してもらえるっていう方もいると思うんですけど、私もどちらかというと全肯定な家庭じゃなかったから、だからなんかなんでって聞かれることもあったし、それはどういうことっていう疑問を投げかけられることももちろんあったし、まあ、それはさ悪いことではないやんか。だからまあ家庭によるけど、両親の理解を得られないと活動できないとか、両親の理解を得るまでに時間がかかるとかって、まあ、よくある話だと思うんですけど、私もそうだったのですごいわかるんですけど、もうこれに関しては時が解決してくれる、時間が解決してくれるとしか私は思えないので、最初は受け入れてくれなくても、それを真剣にやってる姿やったりとかをちゃんと見せれたら、多分両親って理解してくれる、いつかは。だから否定されて嫌になってやめちゃうのか、否定されても自分をやりたいからって貫き通せるの か、 なんかそこの差かなって思います。今までで一番印象的だった誕生日はいつですか？おお、これはですね、サプライズで家で待機してくれてたのに、私普通に友達に、あもう誕生日やみたいな、お祝いするから今からご飯食べたからおいでよって言われて、夜の11時半ぐらいにそこ向かって、なんかそこでおめでとうってやってもらってありがとうってすぐ帰ったんですよ。そしたら家でゆずも一緒に協力してくれてたサプライズを用意してもらってたのに、まあ、帰ったら12時過ぎぐらいやったんかな、で待機してくれてたっていうケーキを持って、もうほんまに申し訳なくなったっていうのが一番印象的だった誕生日ですね。3年前かな。正直筋トレに一番必要なことって何ですか？忍耐力と継続力。人生においてさくらさんが大切にしていることは何ですか？なくなるもんじゃないと思うものに関しては与え続ける。お芋愛を10秒以内で。むず、10秒じゃあ測りますね。スタート。あんなに甘くて美味しいのに体に優しい食べ物で、かつお腹の調子も整う甘いもお芋愛は語れてなかったかもな今の。どうやったら彼氏できると思いますか？むずむず。おっぱい残しながら痩せたいんですが、全く減らさないって不可でしょうか？私は不可だと思います。あの人工のものを入れちゃえば不可じゃないと思うんですけど、あの普通に自然なものであれば不可だと思います。だから私は人工のものを入れちゃいたいなって思うくらいなんですけど、母に相談したところ、あの子供を育て終われるまではやめなさいって言われたのでやめます。さくらさんのお尻が目標なのですが、ザクトレでおすすめのメニューと頻度は何ですか？私もだから最初1年間はお家でずっとやってたんですね、まあ、なのでバンド、これは普通に Amazon で私買ったんですけど、普通にお尻バンドとか言って Amazon で調べて買って出てきたやつなんですけど、このタイプがやっぱ良くて、前まではあのゴム製のやつおすすめしとったんやけど、この太くてこっちの、ね、内側になんか滑り止めがついてる感じのやつ、このタイプめちゃくちゃいい。これを使ってお家で筋トレしたりとか、あとは自重でお尻のキックバックするとかをやるのがよくいいかなって思う。で、頻度は私は筋肉痛が治るんであれば3日に1回とか全然やっていいと思う。現になんかお尻すごい育ってる人とかはなんか週2でお尻トレ入れてるっていう人とかもいたし、まあ、だからなんかその頻度は自分の疲労回復できてるタイミングであれば全然何回やってもいいかなって私は思います。あとあのお尻育てるにはインスタライブでも言ったんですけど、柔軟性が必要って、あのお尻が育ってる人全員が口を揃えて言っていたので、お尻を育てたい方は柔軟を徹底した方がいいと思います。寝る前にしてること。さくらちゃんの話し方の眉毛もお尻も大好き。寝る前にしてることは、
ようちゃんのベッドメイキング、よく見る YouTube は最近中町兄弟さんとかジュキヤさんとか、あでも最近はさ、なんか東京プロがあるじゃないですか、もうすぐなので、その東京プロに出る方たちの YouTube を見るのにハマってます。次、あ待って、何これ、自分で選んだけどこれ何しようとしてたの、まあマジで分からん、なんて書いてんの、あちょっと待って、 Google でできんねんこれ確か。왜그렇게아름답습니까왜그렇게아름답습니까むず왜그렇게아름답습니까왜그렇게아름답습니까왜그렇게아름답습니까なぜそんなに綺麗ですか。カムサハムニダ、すごく信頼していた彼とお別れしました、励ましてください、時が解決してくれると思います。振り返らずに前だけ進んでいきましょう。共に半月以上無月経です。産婦人科に行くべきですが、トレーニングお休みしてと言われるのが怖いです。産婦人科に行くべきです、そう産婦人科に行くべきですが、そう行くべきなんですけど、多分行ってもトレーニングお休みしてって言われへんと思うんですよ。私も言われへんかった、4ヶ月来てなくて、減量で来てなくて、その理由を言って、で半月以上無月経な理由がこの方はどう何なのかちょっと分かんないんですけど、まあそのダイエット、過度なダイエットとか食事制限で来てないのであれば、それでトレーニング休みなさいって言われることはまずないと思う。私はなかった、私は別に薬飲んでくださいって言われただけなので、そのあとちゃんとご飯が食べれてないのであれば食べなさいっていうことを言われると言われるとかはあるかなと思うんですけど、多分トレーニングをやめなさいって言われることはない気がするから、まああったとしてもほんまに放置したらダメだと思うので、もしそれを言われたとし、言われるかもしれへんけど、もし言われたとしても行くべきです、絶対に行ってください、すぐに。物販を再販もしくは新しく販売してほしいです。これに関してはね、私もね早くしたいんですけど、ちょっとなかなか進んでおりませんでして、はい、絶対にあの1回きりで終わりじゃないので、もう少し待っていただけると嬉しいです。 YouTuber としての夢や目標はありますか。この私の動画を見て少しでも元気が出るっていう方が一人でもいてくれるまではやめずに、このスタイルを貫き通したいと思っております。さくらちゃんが素敵だなって思う人はどんな人ですか。同性異性両方で、なんかね、人をしっかり尊敬できる人、当たり前の話ですけど、人のことをしっかり思いやれる人とか、でもよく笑う人は普通にシンプルに素敵って思う。次、さくらさんのマイブーム。私はもう今マイブームはほんまにマジでオートミールのお好み焼き、もうマジマイブーム。チャピさんと知り合ったきっかけは、私が業務スーパーのおすすめをインスタグラムの質問コーナーで募集した際に、チャピさんがそこにコメントしてくれて、私が DM したって感じです。近畿大学の魅力を教えてください。校舎が綺麗なのと、その人自身にすごい向上心があれば、すごいいろんなことに協力してくれる学校。さくらちゃんにとって直樹さんの存在はどういう存在ですか。もうお父さんポジです。なんかちょっとずっと笑ってて、頼りないお父さんっぽく見えるけど、実は頼り以外のあるお父さんみたいな感じ。ということでラスト、23歳、どんな1年でしたか。振り返るとなんかめちゃくちゃ変化のあった1年ではないかなっていう印象、自分の中で。けどいろんなことにいろんなことにチャレンジはできた1年かなと思います。なんか大会に初めて出れたし、ずっとさ自分の弱みだと思ってた人前に立つことも克服できたし、あとスローシーズのアパレルも販売できたし、なんかやりたいことを実現できた年やと思います、23歳は。けどもっとやりたいこととはいっぱいあるし、まだまだ成長したいっていうことはいろいろあるから、24歳もこの初心は忘れずにいろんなことにチャレンジしつつ、でもチャレンジするだけじゃなくて、なんかたくさんのことを学びたいとは思うんですね。人間のことっていうか、体のことやったりとか、いろんなことを学びながらいろんなことにチャレンジしたい。なので23歳で経験したこととか学んだことを24歳
会ではしっかり活かしてですね、新たな1年、新たな進化した1年にしたいと思います。はい、こんな感じでですね、23歳ラストの動画はこれにて終了したいと思います。はい、ということで今回も最後まで見てくれてありがとうございました。そして23歳見守っていただきありがとうございました。24歳も変わらず頑張っていきたいと思いますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。